いいのか。よっちゃん。ちょっちょっ。いや、いつスタートしていいのか。張り詰めましたね、空気が。いいピッチャーですよ、だから。いつスタートしていいか分かんない。行きましょうか。どういうこと？いや、すいません。あの、いつスタートして。また言われるよ、お前。やばいじゃねえぞ。やばくない？いや、すいません。いや、もう今日はもうこんな和やかな雰囲気で行けないですよ。本当に。いや、はい、お前だろ、お前だろ、アクシデント、僕がヘラヘラしてたんですけども、ちょっと、はい、ちょっと気合い入れ直す、すいません。はい、今プロ野球界、はい、怪我人が続出しております、今、まあ、そうだな、もう心配ですけれども、まあ時期的に言えば、はい、疲れは疲労も溜まってきたりだとか、まあ、いろいろして怪我人は確かに多くなる時期ではあるんだよね、はい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 、でも最近DeNA 対日本ハムの試合があったんですけども、うんうん、外選手のこの痛烈なピッチャーライナー、上沢投手の左膝の、あれ両足当たってましたか、両足いったのか、まあ、右から左、いや左足だけこっちだけでしたっけ、なんかバーンともう直撃ですよ、もうそれでもううずくまって、それが結局こすってさ、はい、現場にいたんだけど、あ、はいはい、中継やってたんだけど、はいはい、普通だったら、うん、あの曲げたままっていうことはないんだよね、はい、こうやっぱり伸ばそうとするじゃん、はいはいはい、全く伸ばそうとしなかったから抱えたまんまで、はい、でその跳ね返りのボールがキャッチャーのところまで直接行ったからね、いやそうっすよね、でアウトだから、はい、アウトにしますよね、ああこれ骨かなと思ったんだ、はいはいはい、骨だったら結構やばいなと思ってたら、はいはいはい、まあ、筋肉だったら打撲でさ、はいはいはい、済んだりとかもするんだけど、あこれやばいなと思ったらやっぱ骨折してたな、いやいやだけどね、最近あのホームランが増えてるじゃない、はいはい、で反発力も強いんだよね、多分反発係数というのが高いんだと思う、はいはい、今のボールっていうのは、はい、そしたらやっぱり打球もそれだけ速くなるということ、はい、そしたらピッチャーの反応も悪くなるっていうこと、うん、遅くなるっていうこと、はい、追いついていかない、そうなってくると本当ピッチャー危ないよ、このままだと怖いっすね、実際は。なんか中につけたりする出てくるかもしれないですね、ピッチャーが、そのまあ金カップじゃないですけど膝サポーターみたいなのを中に、バッタがこういうのつけるように、でも守らなきゃいけないのは膝だけじゃないからな、そうっすよね、例えば投げたこうやって避けた手に当たるとかさ、はい、いやほんとピッチャーで一番近い距離にいるから、はい、そうで全身を使って投げてるでしょ、うん、なかなか反応効かないよ、で上沢って投げる投球フォームは綺麗で、はい、守備に入れるピッチャーだからね、うんうん、それが全然間に合わなかったから、いやもう選手生命に関わるな、あ俺もね、はいはい、現役の時に尾花さん、はい、まあ、DeNA っていうか横浜ベイスターズの監督もやった人、はい、あの膝に当ててるんだよ、あ、豊さんが、うん、はい、で骨折してんだよ、はい、でそれからのピッチングがどうだったかっていうと、ちょっとやっぱり力が落ちたんだよね、あいつが今までここまでの地位に上がるっていうのは、うん、相当なやっぱ努力もあったし、はい、中学の時は野球やってなかったんじゃないかな、それからこう這い上がってきた選手で、去年やっと10勝ができてみたいな、はいはい、これからだっていう野球人生の時に、はい、まあ、膝でしょ、だから本当無事を祈るというかさ、はい、そうですね、本当に完治をしてくれる、ね、で元通りにはなるかわからないけど、はい、まあ、希望は元通りになって、うん、まあ噂の本来の姿に戻って帰ってきてほしいな、そうっすね、あと今シーズンはもう、いや無理、ね、無理だと思いますけど、これなんか長い目で長いやっぱり野球人生、ね、これからのこっからのやっぱり野球人生、25歳とかですからね、ね、若いんで、だからまあ今年は棒に振るよね、はい、5ヶ月、うん、はい、うん、それからリハビリして、うん、まあキャンプからはできるんじゃないかなっていうような感じはするけどね、だから来シーズンはおそらくちゃんと手術も成功し、はい、リハビリもちゃんとやって戻れたら来シーズンからまた見れると思うけど、はいはいはい、でも来シーズン本当に帰ってこいよっていうような気持ち、いやーやっぱりそうですよね、チーム的にもやっぱり本人もこの怖さもやっぱありますよね、ここの復帰した時の、うん、いや怖い、踏ん張るフォースも、ね、まあ、怪我した選手っていうのは大体怖さと戦ってるな、はい、うん、ピッチャーなんか、まあ、肩肘壊すよね、はい、でもやっぱりまた再発するんじゃないかとかさ、ものすごい神経質になるんだよ、うん、うん、だけど、まあ、それを乗り越えて、まあ、欲しいなと思うな、うん、またその時のピッチングがやっぱり良かったんだよね、あ、まあ、豊さんもさっきおっしゃってましたけど、当て
ッター側もこうちょっとなんかあやっぱありますか、やっぱあるよ、大丈夫かなとか、はいはいはい、そりゃあるよ、ですよね、やっぱ同じ戦ってる者同士としてさ、はいはいはい、やっぱり心中は察するよね、うん、ものすごい不安になってんだろうなとか、ね、このまま戦争が終わらなければいいなとか、それは願ってる。だから小原さんが復帰した時は、はい、やっぱある程度ほっとしたもん、あの方戻ってきてくれたっていうのが、それはあった、はい、だから外にもあるはずだよ。うん、でも次の日外また当ててたけど、ね、外人に桃かなんかにお前ええ加減にせえよって思うけど、本当にでも狙って打てるもんじゃないからな、まあ、狙ってないですもんね絶対狙ってはない、うん、あとあの広島の中村翔成選手も投手球にパームだったんですけど、うん、なんかもともと疲労骨折かなんかしてて、うん、でそれが、まあ、ちょっと治って復帰1戦目でここに当たったっていうところもあるんですけど、この頭部って豊さんも当たったことありますか？いやあるけど、まあ、それ運がなさすぎるな、ちょっとまあかわいそうですよね、して復帰してすぐだったんで、でも骨に異常がなく脳波に異常がなかったらあとは怖さと戦っていくだけだからさ、うん、そうですね。でもオリックスの選手がアキレス腱切ったよね、あーっと伏見ですか、あ伏見あの打った、うん、あとですね、こけたとかね、はい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 、やっぱ復帰してもなんか元通りにならないとかさ、はいはい、アキレス腱ってほっといてもくっつくっての知ってる？手術しなくても。あ、そうなんですか。そう、ただ時間はかかるんだ、はいはい、時間はかかるんだ、だから手術するんだけどさ、でも治るらしいよ人間の体って。 あれどういう時に切れるんですかね、なんかこうやっぱ体重踏ん張った時とかにそれとか硬くなっちゃうとかさ、あーまあまあちょっとパチーンって音がするよ、はい、え、江戸さんないですか、アキレス腱は。ないないない、アキレス腱はないですか。アキレス腱はってどこも来たことないのだからやっぱさ大怪我、まあ、骨折も含めて、はい、あやっぱり無事を祈るしかないよな。そうっすよね、もうだから気をつけるっつうの、気をつけてんだよみんな、それストレッチもやり、いやそうですよね、もちろんやっぱりそうですよね、プロの方だけど、もうそういうアクシデントっていうのもどうしようもないからさ、突発的なことだからさ、もうこれどうしようもないんだよね。防ぎようがないっちゃ防ぎようがないっすよね、うん、もちろん準備はできますけど、そのストレッチするとかそういう感じで、切れるなんて誰も思ってない、思わないっすね。でもなんかその前に違和感があるんだったら本当にね、うん、治療をちゃんとするとか、はいはい、もうそれしかないよね。うん、まあ、あとその治った後もやっぱこのその時のやっぱりこの、まあ、残像じゃないですけど、そういう気持ち的にもやっぱあるじゃないですか、怖さがありますよ。そこもやっぱ乗り越えなきゃいけないと思う、うん、思いますし、この前前田と話したんだよね、はい、広島の。ああ、はいはい、前田さん、はい、でやっぱ足が悪かった、肉離れも何回もするしさ、はい、まあ、アキレス腱も痛めるわっていうことで、まあでも2000本まで到達したんだけどさ、はい、やっぱり言ってたよ、足が良かったらなって、あもっと違った野球人生になったんだろうって。だからやっぱり怪我って、はい、やっぱ怖いんだよ。うん、癖づいたりしますから、日光やっところがになったりだとかさ、もう一回繰り返しとかもありますし、自分の思い通りのパフォーマンスができなくなったりだとかさ、はい、まあそしたらやっぱストレスにもなるし、うん、例えば反応にしたってちょっと遅れるとかさ、はい、まあ、そういうことになったらそこでの工夫がいるし、うん、だからもうやっぱ怪我はね、できるだけしない方がやっぱりいいんだろうけどさ、でも怪我とどうやってした人はもう仕方ないから、うん、どうやって付き合っていくかっていうこともしっかり考えないと ね、うん、前に求めてたパフォーマンスができなくなったら、じゃあここに持っていくのにどういう工夫がいるかとかさ、うん、まあそういうことを諦めるんじゃなくて、そういうことと戦ってほしい、ね、なるほど、うん、あとはやっぱりこうピッチャーは本当に気をつけた方がいい、打球が速くなってる、うん、そうですね、それに伴ってこの怪我っていうのは、はい、本当に避けてほしいな、うんうん、無事をね、はい、まあ、祈ってます、ね、早く、はい、そうですね、またマウンドで、まあ、焦らずね、はい、じっくり、はい、しっかり直して、はい、また復帰の時には、うん、応援メールでもね、はい、送りたいと思います。そうですね、はい、頑張ってくださいよ、はい、はい。